鹿児島県でキャンプをしていたジュビロ磐田と清水エスパルスが最終日にトレーニングマッチです。開幕に向けて期待の新戦力も躍動しました。45分4本で行われたトレーニングマッチ、1、2本目には主力級の選手たちが出場しました。まずチャンスを作ったのはピンクのユニフォームのジュビロ。1本目10分、エスパルスのパス回しをカットした新加入のペイショットがシュート。コントロールされたシュートでしたが、権田がファインセーブで応酬します。22分、今度はエスパルスが攻めます。こぼれ球を北川がシュート。西澤に当たったボールがゴールへ吸い込まれ、エスパルスが先制します。エスパルスはさらにチャンスを作りますが、ジュビロの新加入川島英二がファインセーブ。その後は互いに決定機を作ることができず、両チームともに攻撃面で課題が残る結果となりました。この後行われた練習試合の 3,4 本目ではジュビロの新戦力が躍動。熊本から加入した昨シーズン J2 ベストイレブンの平川が2ゴールの活躍で開幕スタメンへ猛アピール。両チームともにキャンプでの収穫を糧に新しいシーズンを迎えます。まずは開幕に向けて準備していきたいと思いますし、長いシーズン本当に一人一人の力が必要だと思うので、そういった意味でチームこう一丸となって準備していけたらいいのかなと思います。勝つことだけを考えて準備しなければいけないし、去年はそのスタートダッシュがうまくいかなかったから昇格できなかったと思っているので、最初の5試合、全力で戦うだけだと思います。